はい、皆様こんにちは、こんばんは。ここはですね、雨降りました。雨降るって分かってて止まりましたね。アホです。今ね、雨止んでるんでね、とても寒いです。5月なのに寒い寒い。アホですね。寒いのにわざわざこんな互いキャンプ場に泊まって1泊4,300円、もうちょっと経てばホテルとか泊まれますね。でもね、景色がいいくて設備があるから混んでますね。予約制です。まあ予約してなくても来て泊まる。ここはね、お風呂とトイレ。ここは景色がいいのはいいですけど、夜雨の音と川の音でうるさくて眠れませんでした。まあね、すっきりしてますけどね。朝風呂入りましたね。テントテントテントね。これは何の葉松かなね。バイクで来て寒いのに。もうね、中年夫婦にはねきついですね。ずっとこれね、前ある散歩してますね、みんなね。で、遊び場があって、釣りはできないのかな。釣りはな、すごいね、水の流れがね、結構夜雨降ってザー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 降って、川の音もひどく聞こえましたね。夜はシーンとしてるんで、シーンとしてる音が聞こえるぐらい静かでしたね。管理人がいっぱいいますね、ここはね。でね、基本的にね、お風呂はね、朝6時から夜9時か10時なんですけど、空いてますね。露天風呂、年がら年中入ろうと思えば入れますね。はい、テント張って、これはね、あれあれ、32番受付でね、何番って、あなたは何番ですよって指定されてますね。自由に入るんじゃなくて指定されて、一番端っこでした。だから向こう側にもね、テントサイトがあって、なんだろうね、こっちはファミリー向け、あっちがシングル向けなのかな。そんなわけないのかな、よくわかんないんですけど、あっちにはね、道の駅です。奥飛騨温泉郷道の駅、食事どころがレストランとか食堂3つぐらいあって、昨日も言いましたけど、と道の駅だから普通にトイレとか、情報センターとかね、販売機とかあってね、車いっぱい止められますね、あっちにもね。あっちはね、なんか、なんつうんだっけ、あれ、キャンピングカーとか、乗用車の後ろになんかベッドだけ、キャンピングカーの半分みたいなのベッドだけつなげていましたね。あそこで寝て、で、乗用車で普通に走るって感じ。なんかこの辺はね、RV とか四駆とか、ハイエースとかね、ワンボックスが多いですね、やっぱりね。はい、ずっと説明したいんですけど、結構な距離歩くんで一旦終わり。